豆山とかひどいね。あの朝から上がってこいよって上がってこいよ。すごいね。いや朝からもうあの修羅の極みだねあれ。荒川上がってこいよ。上がれっつってんだろって。もうさ基本的にさもうまあ相手方が絶対に見てるっていう、もうそこがまず間違ってるよね。朝方に上がってこいよこの野郎ってさ、ねえすごいよね。理屈がすごいよね。お前見てんだかって、なんかね俺すげえ思い出したんだけど、ちょっと上野、あ西山のところに上野と藤梨が上がってた時に、西山に一生懸命上野が藤梨の悪いところを空気入れてたの。あの構図がね昔俺がされたこととそっくりだなと。1年半前か、何も変わんないんだなっていうね、あの印象がありました。ちょっと気持ち悪いからすぐ見るのやめたんですけど、うわーって上野空気入れてるって、それに対して西が怒ってる、藤梨へこんでるみたいな、もうやってること変わんねえんだと思って、根幹は変わんないんだなっていう感想です。うん、びっくりです。何なんだろうなと思って。そうそうそう、同じだからね基本的に。ピコピコして人を吊るし上げて公開処刑してみたいな。本当面白いですよね。でもその辺はマサさんありがとうございます。